おはようございます。おはよう、二人とも。ジンはもう出発した？はい、先ほど定期船でオートの方に。キリカさんも見送りに行けばよかったのに。そういえば、キリカさんとジンさんってどういう知り合い？昔、ちょっとね。それはともかく、妙な雲行きになってきたわ。妙な雲行き？例の飛行艇について何か分かったんですか？いえ、全く。妙な雲行きというのは王国軍の動きについてよ。まず軍の司令部があるレイストン要塞に連絡しても何の返事も返ってこない。次に各地に敷かれていた検問が昨夜のうちに解除されてしまった。え？それってどういうこと？また空賊事件の時みたいに縄張り争いでもするつもりなの？いや、それだったら検問を解除するのはおかしい。自分たちで捕まえたのなら素直にそう連絡するはずだし。確かに妙な雲行きになりましたね。ちなみにレイストン要塞の情報部とも連絡が取れないわ。もしかしたら王国軍内部で何か事件が起こったのかも。何かって、あ、ひょっとしてドロシーが取ったあの親衛隊に変装していた黒装束の男たちの写真だね。呼びました。噂をすれば。いやー、参っちゃったよ。編集部に連絡したらちょうどナイアル先輩がいてね、観光クオーツを王国軍に渡したことを話したらものすごく怒られちゃったの。ひどいよね、そう思わない？で、観光クオーツってまだ返してもらってないんだ。ひどいと思わない？せっかくレイストン要塞まで返してもらいに行ったのにな。うわぁ、あんたも根性あるわね。それだけが私の取り柄だし。仕方ないから雑誌掲載用に要塞の写真を撮ってきちゃった。月明かりでライトアップされてすっごく可愛く撮れたんだよ。要塞を可愛く撮ってもね。それに許可なしに軍事施設を撮影したらまずいんじゃ。まあまあ、固いこといいこなし。ほら見て見て、さっき現像したばかりなの。へえ、確かに綺麗に撮れていますね。これがレイストン要塞か。ほんと、ドロシーってカメラの腕は大したもんよね。あれれ、どうしたの、エステル？気のせいかもしれないけど、右上の方に何か映ってない？え、本当だ。確かにかすかだけど小さな影が映っているわね。エステルちゃん、よく気がついたね。私、撮ってたのに全然気づかなかったよ。えへん、それほどでも。シルエットしか映ってないけど、やっぱり軍の警備艇なのかな。いや、これは警備艇じゃない。これはあの時の飛行艇だ。あの時？博士をさらった飛行艇と同じシルエットなわけね。はい。博士をさらったって、
ちょっと待ってよ、どうしてあの時の船がこんなところに映ってるわけ？ここって確か王国軍の本拠地なんでしょ？落ち着いてエステ、いろいろな可能性が考えられるけど、まだ結論を出すのは早すぎると思う。ここは僕たちも直接レイストン要塞に行って事情を聞くべきかもしれない。え？なるほど、揺さぶるつもりね。まずいでしょうか？いいえ、許可するわ。こちらは危うく死者を出すところだった。どんな事情があるにせよ、舐められるわけにはいかない。ひえ、キリカさん、目がマジなんですけど。でも、確かにそうよね。ドロシー、この写真、私たちに一枚くれない？うん、いいよ。エステルちゃんたちには色々と世話になっちゃったし。ありがとう、オンに着るわ。レイストン要塞に行くなら東口からリッター街道に出なさい。リッター街道の途中のサンサラを北に向かえば要塞のゲート前に出るわ。くれぐれも慎重に行動なさい。ラジャ。了解しました。レイストン要塞へ行くには町の東口から出ればいいのよ。街道の途中にサンサロがあるから、今度はそこを北に向かいなさい。くれぐれも慎重にね。教えてちょうだいよね。今度の特集のネタにぴったりだと思うんだ。
また大きな基地ね。あのハーケンモンの数倍はあるんじゃないの？そうだね、そのくらいはあるかもしれない。10年前の戦争でも陥落せずに反抗作戦の拠点となったそうだよ。なるほど、納得。って感心してる場合じゃないか。とっとと玄関に行って責任者を呼んできてもらおっか。あれ、どうしたの？いや、つくづく君って物おじしない子だなと思って。さすがは父さんの娘だね。失礼ね、私だって緊張してるわよ。でもあのモルガン将軍以上におっかない人がいるとは思えないし。それはそうかもね。モルガン将軍か。あれ、誰もいないわね。変だな。普通こういうところには門番が立ってるものなんだけど。なんだね、君たちは。あれ、どこから聞こえてきたの？多分、どこかにスピーカーがあるんじゃないかな。ここはレイストン要塞、リベール王国軍の総司令部だ。君たちのような民間人が立ち入っていい場所ではない。悪いが、引き返してもらえるかね。応対は丁寧だけど、かなり警戒は厳しいみたいだ。ああ、君たち聞こえているかね。悪いけど、私たちただの民間人じゃないのよね。遊撃士協会の人間なんだけど。中央工房が襲撃された件についてお話ししたいことがあります。責任者の方に会わせていただけますか？遊撃士協会だと？君たちは遊撃士だというのか？
疑うんだったらこの胸の紋章を見なさいよ。ほらほら見えているんでしょ。確認した。どうやら本物のようだな。しかしあいにくこの騎士の責任者は現在留守にしている最中でね。できれば日を改めてもらえないか。責任者がいない。なんだか締まらない話ね。では情報部の方を誰でもいいから呼んでいただけますか。リシャール大佐かカノーネ隊員に伝えてもらいたいことがあるんです。よろしい、そこで待っていたまえ。ようやく引っ張り出したわね。でもこれは予想以上にガードが硬そうだ。誰か来たみたいだ。待たせてしまって申し訳ない。自分はレイストン要塞の守備隊長を務めるシード少佐だ。私遊撃士協会のエステル・ブライトです。同じくヨシュア・ブライトです。ブライト、あれどうしたの。いやすまない、こちらのことだ。それよりも中央工房の襲撃事件について話があるとのことだったな。本当に申し訳ないが情報部の人間も全員不在でね。伝言があるなら聞いておこう。困ったわね。よし、ここで揺さぶってみよっと。連れ去った飛行艇の手がかりを掴んだのに。なんだと。あれ少佐さん、なんでそんなに驚いてるの。いや連絡を受けて我々も探し回っていたからな。それでその手がかりというのは。これを見ていただけますか。これはレイストン要塞じゃないか。どうしてこんな写真を君たちが。まあまあ固いことは言いっこなし。写真の右上の方を見てみてよ。右上の方、これは軍で使っている警備艇とは明らかに違うシルエットですね。で博士を連れ去った飛行艇とそっくりなのよね、これが。なるほど、これは由々しき事態だな。協力感謝する。至急情報部に伝えておこう。ちょっと待ってよ、それだけなの。それだけとは。だっておかしいじゃない。なんで犯人たちの乗った船がこんなところをうろうろしてるわけ。恥ずかしながら完全にこちらの不手際だな。国境付近を捜索するあまり本拠地周辺の警戒がおろそかになってしまったようだ。湖を北上したということは帝国の仕業の可能性もあるだろう。そうなの。一つだけ聞かせてもらえますか。今情報部の方たちはどちらに出かけているんですか。軍事機密だ。それでは失礼する。ちょっとよしは。なんかあからさまに怪しいっぽいんですけど。分かってる。
決定的な証拠がない限りこれ以上追及するのは無理だよ。あれ、どうしたんだろう。なんだ、どうして途中で止まったのだ。何、また例の現象が起こっただと。よしや、これって、ああ、ビンゴだったみたいだね。見苦しいところを見せてしまったようだな。どうも最近開閉装置の調子が良くないみたいでね。なるほど、それは大変ですね。そんなに調子が悪いんだったら中央工房の人に修理してもらえば。ラッセル博士みたいな人ならすぐにでも直してくれるわよ。検討しておこう。装置が復旧するまでここで警備をしていろ。不用意に民間人を近づけるな。はっ、了解であります。そういうことだから君たちも気にせず行ってくれ。例の写真については必ず情報部に伝えておこう。それでは失礼する。聞いての通り、ここは立ち入り禁止だ。お引き取り願おうか。なんだか信じられないけど、今のってやっぱりあれ？多分例の現象だろうね。ということは、もしかしてラッセル博士もあの要塞の中に捕まって。あまりここでそれを口に出さない方がいい。わかった。とりあえずザイスに戻ってキリカさんに相談してみよう。場合によったら工房長も呼んだ方が良さそうだ。まさかラッセル博士がレイストン要塞にいるとは。本当に確かなのかね。ドロシー城の写真とゲート前で起きた動力停止現象、この2つを合わせたらそう考えるのが妥当でしょうね。しかし中央工房は長年王国軍と協力関係を築いてきた。にわかには信じられん話だ。一口に王国軍といっても内部は一枚岩ではありませんから。工房襲撃の犯人たちが逃走時に親衛隊の格好をしたのもそのあたりが原因かもしれません。ということは、もしかして親衛隊は濡れ衣を着せられたの？そう考えるのが一番しっくりくる。ひょっとしたら何らかの陰謀が軍内部で進行しているのかもしれない。なんたることだ。しかしどうして博士がそんな陰謀に巻き込まれたのか。どうやら犯人どもの手がかりをつかんだみてえだな。よかった、意識を取り戻したんですね。ああ、ついさっきな。起きたら見慣れない場所で寝かされていたからビビったぜ。まったく、もうみんな心配したんだからね。起きたばっかりなのにもう動いてもいいんですか。ああ、寝すぎたせいか体がなまって仕方ねえ。とにかく思いっきり体を動かしたい気分だぜ。でもアガットさん、あまり無茶しちゃダメですよ。毒が抜けたばかりだからしばらく安静にって先生が。だから大
丈夫だって何遍も言ってるだろうが、鍛え方が違うんだよ、鍛え方が。本調子に戻るまでは無茶しなきゃいいんだろ。はい。ったく、これだからガキってのは。さすがのあんたもティータには肩なしみたいね。ずっと付きっきりで看病してもらった身としてはしばらく頭が上がりませんね。なあ、もううるせえな。それより俺がくたばってた間にいろいろと動きがあったみたいだな。聞かせてもらおうじゃねえか。うん、わかった。おじいちゃんがそんなところにいるなんて。しかもあの黒装束どもが軍関係者だったとな。正体が分かってすっきりしたぜ。きっちり落とし前をつけさせてもらうことにするか。落とし前って言うと？決まってるだろう。レイストン要塞に忍び込む。博士を解放して奴らに一泡吹かせてやるのさ。ああ、なるほど。それが一番手っ取り早そうね。そう簡単にはいかないわ。え？遊撃士協会の決まりとして各国の軍隊には不干渉の原則があるわ。協会規約第3項、国家権力に対する不干渉。遊撃士は国家主権及びそれが認めた公的機関に対して捜査権、逮捕権を行使できない。つまり軍がしらを切る限りこちらに手を出す権利はないの。ち、そいつがあったか。そんなのっておかしいわよ。目の前で起きている悪事をそのまま見過ごせっていうわけ？ただし、この原則には抜け道がある。協会規約第2項、民間人に対する保護義務。遊撃士は民間人の生命、権利が不当に脅かされようとしていた場合、これを保護する義務と責任を持つ。これが何を意味するかわかる？なるほど。博士は役人でも軍人でもない。保護されるべき民間人ですね。それじゃああとは工房長さん、あなた次第ね。この件に関して王国軍と対立することになっても、ラッセル博士を救出するつもりは？考えるまでもない。博士は中央工房の、いやリベールにとっても欠かすことのできない人材だ。救出を依頼する。礼を言うことはないさ。博士は私の恩師でもあるからね。これで大義名分はできたわ。遊撃士アガット、それからエステルとヨシュア、レイストン要塞内に捕まっていると推測されるラッセル博士の救出を要請するわ。非公式ではあるけど遊撃士協会からの正式な要請よ。そう来なくちゃ。了解しました。上等だ。
そうと決まれば潜入方法を練る必要があるな。何しろレイストン要塞といえば難攻不落で有名な場所だ。そうですね、実際かなりの警戒態勢でした。侵入できそうなルートがどこかにあるといいんですけど。残念だけどあそこの警備は完璧に近いわ。動力センサーが周囲に張り巡らされているから湖からの侵入も難しそうね。そんなことだろうと思ったぜ。成功法では難しそうですね。そういえば工房長さん、あのオレンジ色の飛行船ってレイストン要塞によく行くのよね。ああ、攻防船ライプニッツ号だね。資材の搬入や設備の点検で定期的に要塞に行っているが。だったらそれに隠れて要塞に潜入するってのはダメ？いや、基地に降りたクルーは全員チェックを受けるんだ。勝手に抜け出して行動するのは不可能に近いだろう。ということは積み荷に紛れて忍び込むのも無理か？ああ、生体感知器によって一個一個のコンテナが調べられる。この感知器というのがラッセル博士の開発したものでね、ネズミ一匹たりとも見逃さない優れものなんだ。やっぱダメか。どうしたの？お姉ちゃん覚えてない？お姉ちゃんたちを案内した時、おじいちゃんが作ってた発明品。私たちを案内した時。ああ、そうか、僕たちも実験を手伝ったあの新型オーブメントだね。うん、それだよ。あの装置、生体感知器の操作を妨害するフィールドを発生するの。起動テストもしてあるから大丈夫、ちゃんと動かせるよ。何？本当か？まったく、博士と来たらいつの間にそんなものを。その装置はどこにあるのかね？多分研究室のどこかに置きっぱなしになってると思います。なら、あなたたちは急いでその装置を取ってきて。その間にレイストン要塞の詳細なデータを用意しておくわ。わかった、頼むぜ。工房長さんは攻防戦の手配をよろしくお願いするわ。了解した。グスタフ整備長に相談しよう。準備が済んだら飛行場の方に来てくれたまえ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。
君たちか。すみません、もう少しかかりそうです。そうか、こちらも今グスタフ整備長が出航準備に取り掛かったところだよ。用意ができ次第またここに来てくれたまえ。
やる先輩に言われた写真は撮ったし、そろそろ次の取材場所に行った方がいいのかな。編集長に連絡して聞いてみようかな。
たちかい。何でも犯人探しで東奔西走らしいじゃないか。残念だけどこの辺りじゃ手がかりになりそうな噂は聞いてないよ。手紙届けてくれた？うん、届けてきたわよ。もちろんプレゼントも一緒にね。そうかい、ありがとう。なら今頃読んでくれてるのかな。なんか緊張してきたよ。
この先はグランセル地方通行許可証。